はい、おはようございます。こちら利根川ですね。今日の利根川の様子は曇ってるんで水も濁ってきてるように見えますね。なんか雨がおそらく朝降ってたと思います。なんか降りしてますね。なんかこれ渋滞時は有料道路利用なんかいろいろ書いてる。書いてるみたいでした。で、今朝の7時ぐらい、7時20分ぐらいですね。かなり交通量は多いです。通勤ラッシュみたいな感じですね。ある研究によると、なんかそういう論文があるらしいですけども、通勤ラッシュの人間が感じるストレスって戦場で戦う兵士と同じぐらいのストレスがあるみたいです。なので、通勤ダッシュで毎日通勤されてる方は毎日戦争に行ってる兵士と同じぐらいのストレスで行ってるのかなと思います。ただ通勤ダッシュといってもこの論文僕は詳しく読んでないので分かんないですけど、多分この程度じゃなくてももっと壮絶な通勤ダッシュなんでしょうね。なかなか川の下はこんな感じですね。多分こっからダイブしたら死ぬ可能性高いですね。なんとなくですけど、結構ね、流れもね、なんかね、あるように穏やかなように見えてね、なんか流れもあると見えたり、水がなんか相当汚そうなんで気持ち悪くなって、で泳ぐこともままならず溺れて死にそうです。はい、感じですね。はい、真ん中あたりを越えたので、もう千葉かなと思います。なんかこんな感じ。こっちが千葉で結構揺れるんですよ。特にダンプカーとかが走ってくるとちょっと怖いんですよね。揺れるんで、車乗ってる方はね、もう揺れはそんな感じないと思うんですけど、歩いてるとね、超揺れを感じてます。大丈夫かなと思いながら橋渡ってます。大丈夫とは思うんですけどね。今も多分完全に千葉県ですね。向こうにですね、なんかでっかいビルが建ってるじゃないですか。これ千葉ニュータウンですね。そこから千葉ニュータウンを見ることができて、高台の上にね、さらに高いビルが建ってるのがちょっと目立ちますね。千葉ニュータウンは今非常に開発が進んでて人気で、新築戸建ては5000万以上しますね。かなり高いかなと思います。本当にね、3年ぐらい前は3000万とかね、2000万円台ぐらいであったんですけど、もう今はね超値上がりしてて、そんなんじゃ買えないです。